続きましてはステージの奥海岸沿いにですね目を向けていただきたいと思うんですけれども、地元のよさこいグループ西山踊らん会の皆さんに演舞をご披露いただきたいと思います。本日は2曲とお聞きしております。副会長の品川さん、お持ちですか。はい、ではよろしくお願いいたします。皆様こんばんは、西山踊らん会です。ここ何年かこの石地の花火大会で声をかけていただいて、こうやって踊れることを大変嬉しく思います。でこれから踊る曲は虹の彼方へという曲で、虹は近くに見えていてなかなかたどり着けないといいますか、触ることのできないものでありますが、何か虹を見るとほのぼのとした気分になる、また明るい未来をなんか想像させてくれるもののように思います。今日本が一丸となって東日本大震災からも復旧復興を目指して頑張っているところでありますが、その願いが早く叶いますことを祈りまして一生懸命踊りたいと思います。踊り子の皆さんよろしいですか。西山踊らん会いよいよさー、もう一丁分けにいよいよさー、虹の彼方へ行ってみよう。
いつもと足場が違ってちょっと思うように踊れないところがあるようですが、皆さんその辺はご容赦願いたいと思います。で、2曲目は祭りの都へとという曲になりますが、この曲はいろんなイベントで総踊りとして踊る、よく使われる曲です。お聴きいただくと分かるんですが、石川、富山、新潟の民謡が入っているんですけども、新潟の曲は佐渡草が入っております。そんなことで新潟を含む北陸のほとんどのチームがこの曲を踊ることができるんですが、今日はそんな曲を2曲目に準備いたしました。それでは参ります。祭りの都へと入ります。ありがとうございます。この後ゆっくり花火をご覧になっていただきたいと思います。